町島。僕これ、プレイステーション版も持ってるんですよね。アスカ120%はね。PS 版も持ってまして。僕が持ってるのはこれですね、PS 版。アスカ120%ファイナルと、アスカ120%エクセレントと、このアスカ120%スペシャル、バーニングフェストスペシャルってやつね。この3本持ってるんですよ。これのまた最初に、一番最初に出たやつがこれってことかな？ PC エンジン版のやつね。そう、NEC アベニューですよね。あ、ちょっと待った。ちょっとごめんなさい。ちょっともう一回、今ね、オープニング飛ばしちゃったんですよ。ちょっと一応、ちゃんと見とこう。もったいないから。これが最初の作品なのかな？アスカ120%はね。対戦格闘ゲームなんですけどね。あ、これ主人公ですね。はい。マキシマ、バーニングフェスト、マキシマ。はいはい、なるほどね。自己紹介みたいな感じか。キャラクターのね。あ、これデフォルトイージーなんや。ハードまであるのね。ストーリーモード、VS モード。ストーリーモードでいきましょう。ポニーテールですね、この子。この子もポニーテールですね。まあまあ、主人公でいきますか。プレステ版の説明書で必殺技合ってんのかな。一応プレステ版の説明書で見てみましょはい。試合っていうのはこれ格闘試合ってことかな。
バレーみたいな感じか、アイテム。バレエでの、ああ、なんかこんな感じやったな。いや、僕はこの PC エンジン版初めてやりますけど、僕はプレステ版は結構やってたんですけど、やっぱこんな感じでしたよね。強いな。負けた。そこまで。うわ、強えな、やっぱり。この飛ぶ道具しか出し方わかんないわ。説明書見てもちょっと。強いな。ええ勝負やけどね、結構。あ、勝った勝った。危なかったけど。なんか今出た爆弾みたいなの出たな。あ、これか。今の爆弾みたいな、なんか手榴弾みたいなの投げたけど、うわ強いな。やばい、負けるねこれ。負けました。強っ。あ、これキャラクター変更できないんや。うわ、強っ。これでもイージーなんやね。イージーとは思えないな。あかん、全然勝てん。これ一旦リセットリスタートしますね。ちょっとこれで、対戦モードで、これコンピューターと戦えるかどうかやってみましょうか。それでやった方がいいね。あ、できますね。コンピューターとね。はい。これ使いましょう。相手これにしましょう。カリナ。
カエルなんや。カエルを使うんやね。なんつう戦い方や。おお。あ、主人公よりまでこっちの方が使いやすいんちゃうかな。そんな気がする。それでもやられそうやけど。やばいね。あ、でも勝った。このゲーム超必殺技みたいなのはないんやな。通常技でこう戦う感じのゲームで。ああ、でも勝ちましたね。うん、ちょっとは危なかったけど。ええ、勝負やった。はい。あのね、フリー対戦。まあね。まあ、フリー対戦ですからね。じゃあ。あ、間違えた。戻っちゃった。玉木と恵み。あ、ギャルゲーですよね。あ、テニスなんや。テニスとはまあちょっと応援のあれか。まあ部活のあれで戦うって感じやね。もうなんか出たコンボみたいなのが。もう昇竜拳みたいなの出たな、今。もう勝った。うん、これもまあまあ使いやすいですね。ラケットで叩く感じがすごいかわいそうな感じはするけどね。あ、投げられた。あー、やれた。
いやね、久々だ、結構適当に出してるんでね。おお、処理券みたいなんだ。あ、投げられた。あ、やばいな、今回。やられてるね。ああ、避けられた。はい。あ、また戻ってもうた。あ、野球か、野球なんや。野球と、この子はなんだ、女子プロか、女子プロですか、そんな感じやな。どっちもショートカットの女の子って感じで、まあ基本部活で戦うんですね。もう、まあリングやから相手はまあ女子プロレスですね。女子プロですね。ああ、やられた。ああ投げられた。めっちゃ巨乳やな。まあ野球やけどバットを振り回すわけじゃないんやね。ボールを投げるピッチャーか、ピッチャーってことかな。これ野球じゃなくてハンドボールかもしれんよね。女の子やからハンドボールの可能性もあるな。あー負けた、強いな。外人かなんとかワイルドってな言ってるから、女の子なんや、この子も。あ、どっち、この子も、どっちも女の子ね、男かと思ってたな。じゃあもう全部が女性なんですね。うん。あ、柔道。こっちはなんだ？バレエか？柔道とバレエ。めっちゃ強えやん。少年にしか見えないな。王権って聞こえるけど、うわ強い、王権って聞こえるな。龍子の剣のね、極限龍空手の王権、龍坂崎のね、交流剣、交流剣と交王権、めっちゃ強えな。
覇王権か。覇王権と総竜権ですね。うん、説明書読んだ感じでは。覇王権と総竜権ですね。はい。これで全キャラ見たかな？全キャラ見ましたね。これちょっと使ってみようか、この柔道。で、相手は、今度は、これ。確かに強いな、これ。これは覇王権、強い。ちょこれ柔道じゃなくて空手ですね。うん。空手。完全空手ですね。強いな、結構。ああ、負けた。今度こっちを敵にしてみましょうか。まあ確かに面白いですよね。あ、飛ぶ道具もありますね、ちゃんと。実験こそ全てって書いてある。主人公の女の子は何のあれなんやろな。普通の格闘なのかな。喧嘩ってことかな。そんな感じですよね。空手部じゃん。科学部代表って書いてある。この主人公ね、科学部なんですね。おお、なんか出たコンボみたいなの。多彩ですね、このバレエの子、技が。おお、強い。一番使いやすいかもしれないな、この
このバレエの子。もう余裕で勝った。はい、ちょっとストーリーモードでもう一回やってみますね。はい、あ、これあれか。あ、でもいけるか。ストーリーモードでね、うん、これが一番使いやすかったですね。うん、それぞれのストーリーモードがあるってことでしょうね。飛ばしますよ、さっきも聞いたからね。はい、はい、まああと7分ぐらいですか。録画時間がないですけど、勝った。使いやすいわ。技が多彩で。ミジンコ生態研究レポート今週中って書いてある。やるなぁ。でも相手もなかなか強い。やばいやばい、強いなぁ。あ、危ね、勝ちましたね。武器総額0万円、賞金2万円。そんなのあるんやね。応援部。
この女の子は一個年上みたいですね。このバレエの子が1年で、この子は2年生らしいです。説明書を読んだ感じではね。年上らしいですね。リボンカッター強いな。あ、やば。あ、負けた。投げられた。おお、強い。おお、危なかった。いや、今日ね、プレイした3本のゲーム全部ギャルゲーでしたね。偶然にもね。おう。おお、当て身みたいな攻撃してくるな、たまに。当て身投げみたいなことしてくるな。よし、勝ちました。あと2分ぐらいしか時間ないですね。部費総額2万円、賞金2万円。7。あともうちょっとしか録画時間がないですね。はい、まあ、今日はちょっとねこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。一応まあね、録画切れるまではプレイしますが、めっちゃ強いな。